7月22日。はい、ヒドルさんおはようございます。世間では今日から夏休みらしいよ。なんで、今もちょっと子供来てるけどね、中学生が。はいはいはい。これから毎日みんなが賑やかに来てくれることを楽しみにしたいと思います。が、今週1週間、地獄の1週間らしいじゃないですか。なんか、すごくずっと暑いらしいよ。気温が。気温がずっと高い位置で1週間とどまるらしいので、皆さん体調にお気をつけくださいって感じ。はい。で、今日の業務は、昨日の買い取った高いカードはもちろん、ね、ありますね。のこと、あと寄付が、すげえんで、これと表満帆、それまず片付けよっか。はい。はい、よろしくお願いします。やっていきましょう。はい、銀行行ってきました。銀行行って、消費税とか、いろいろ税金関係をバーッと全部払えたよ。えらい。払ったらお金ほとんどなくなっちゃったけど、全部払えた。うん、ちょっと早めにね。まあでも来月の支払いが結構あるからきっと多分今から貯めなきゃいけないんだろうな。はい、頑張って行ってきましたよ。はい、そんだけです。はい、よっしゃ、久しぶりのプールです。はい、水曜日以来じゃない？水曜日以来です。やばいね、結構空いちゃった。空いちゃったんで。やばい。今日平日なんですけど、夏休みに入っちゃってるんで、はい、混んでないか心配。混んでないか。空いてるといいな。はい、平日なんで頑張って泳ぎたいと思います。はい、ヒドロと一緒に行きます。行ってる。お疲れ。お疲れ様です。はい、でも雨も止んだからよかったね。はい、はい、ということで、はい、今日もちゃんと1キロ泳ぎましたよ。いいことだ。これ続くよね、このなんか。続きますね。うん、この習慣は悪くないと思います。はい、皆さんも一緒に、サピオ稲荷山で一緒に泳ぎましょう。はい、はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。いいっす。